はい、こんにちは、タクです。8月8日僕の夏休み続きをプレイしていこうと思います。さあ、前回なんですが、調べちゃんとのイベントがあり、そしてついにクワガタを捕まえることができました。なので今日はガッツたちとカブトムシだかクワガタだかの交換とかその戦いとかをやっていきたいなと思います。なんだけど、まあいつもね、思い通りにその予定が進まないんだよね。やろうと思ってる予定が進まない。今日はどうかな。おはようございます。一日だけラジオ体操できなかったんだよな。本当にそれが悔しい。前日にホタル見に行っちゃったからね。僕、昨日丘の上まで登ったんだ。お、とっても見晴らし良かったよ。見晴らしがいい？じゃあ、あそこの丘かな。うん、そうだね。この子たちがもっともっと小さい頃、あの丘の上に登ってみんなで凧揚げをしたんだよ。そうだ、今の本棚にその頃買った凧の本があるんだけど、おじさんが凧を作ってあげようか。わーい、おじちゃんありがとう。じゃあ本を見て作ってほしい凧を選ぶこと、そして昼間おじさんが工房にいる時にでも何を選んだか教えに来てね。うん、そうするよ。じゃあ、いただきます。いただきます。いただきます。さあ、やっぱり来ましたね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ガッツたちとカブトムシ、クワガタで遊ぼうと思ったけど、タコ揚げイベントが来ましたね。まあでも間に合うんじゃないかな。ちょっと急ぎ目で行けば大丈夫かな。あ、スイカ入ってる。いいな。ウェイ、ごちそうさまでした。さて、じゃあ今に今の本棚にタコ揚げの本があるっつってた。これのことかな。楽しいタコ百科。こっちも気になるな。希少昆虫図鑑。おー、珍しいやつが載ってるんだね。これがあれか、あの虫図鑑にあるあの赤いやつ、レア枠みたいなやつなのかな。楽しいタコ百科。おー、あ、初級、中級、上級みたいなのある。何がいいの、いいんだろう。似顔絵だこ。何がいいんだろうな。達人とか。でもせっかくならね、なんか、あ、これなんかパパマークついてるな。じゃあこれでいっか、ひとまずね。可動だっこっていうのかな。ほら、作れないもん、こっち。可動だっこにしましょう。オッケー。じゃあ、朝顔に水をあげて、ヤッホーワンちゃん。で、朝顔を探す。ああ、まあ、おばちゃんにも話しかけたいね。よいしょ。
草はどうですか？もう1週間水やりしてるけど全然咲かないね。咲く気がないね。咲く感じが全くしないね。さあおばちゃん、こんにちは。こうしてこうして、よし、本日の晩御飯計画完成。すごいパワフルおばちゃんだよねこんな晩御飯にさ、あーしてこうして、うーんってさあ、おじちゃん、まあ、いないな。おじちゃんいないんかよ。じゃあわかった。ガッツたちと遊んで、いや間に合わねえかな。ガッツたちとちょっとだけ遊ぼうよ。いや割とマップが広がっちゃったからさ、あ、地蔵占いする？中吉？まあいつも通りですね。これでガッツたちもいなかったらめちゃめちゃ時間ロスってるよね。クワガタ勝負しようぜ。よいしょ、いるかい？あ、いるいる。虫相撲のいいかも来たよ。とにかくそこのテーブルについてみな。ルールはやれば自然にわかるって。虫相撲、そう、これこれ。クワガタビッグがいるんだよ。これこれこれ。まず俺が相手ね。お、何、今日ってなんだろう。虫ランク、虫置いて、うわーでかっ。よし行け。三角、これ全然わかんないけど。負けちゃったよ。いや、何にもわからないまま勝ったけど。次俺様ね。三角で虫を叩くんだ。三角で虫を叩く。ああなるほどね。それでまあ攻撃をしろっていう合図なんかな。じゃあ行ってみますか。次もゴング。どんと行け。行け。いや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 、タイミング勝負とかそういう感じ。負けちまった。決まりってガブリオリ。次僕の番か。いいの、そんなちっちゃいので。また勝っちゃうよ。頑張れ。あー負けちゃうよ。いけいけいけ。あー強くなりたいよ。決まり手、押し出し。じゃあ、次は俺の番ね。お、どんどんやるじゃん。レディー、ファイト。よし、行け。あ、結構強い、結構強い。頑張れ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 。スタミナなくなった。いいね、スタミナ勝ち。じゃあ次俺様ね。どんどんやんじゃん。レディーファイト。どんといけ。鬼クワガタとかいたね。あいや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 。ちっ負けちまった。めちゃめちゃ強くない？次僕の番か。
じゃあこのメガネに勝ったらちょっとやめよっかな。はい、頑張れ、ゴー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 。負けちゃうよ、あー負けちゃうよ。めっちゃ強くない？じゃあ次は俺の番ね。え、これいつまでできんの？あ、ビッグのノコギリクワガタ、これだけちょっとやろうか。よし、行け。やっぱね、ガッツはちょっと強い気がする。いけ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 。負けちゃったよ。おお。負け知らずだな。次俺様ね。虫効果、いやちょっと一回一回もういいかな。とりあえずできたしな。虫相撲はまず土俵から落ちたりスタミナがなくなってひっくり返ったら負けなんだ。で、負けたやつは今日一日だけ使うの禁止ってわけ。わかった？まあでも負けた虫なんてみんなすぐ虫交換に出しちゃうんだけどね。だから欲しい虫が出てきたらとにかく勝って虫交換に出させることだね。なるほど。あ、この虫強えなって思ったらそれを覚えといて虫交換ノートでゲットすればいいんだね。虫って種類ごとに頑丈でスタミナが減りにくいのとかいろんな特徴があるんだ。人間で言うと僕とファットの違いみたいなもんだね。非常にわかりやすい。虫ってすごいんだぜ。試合が終わったらもうすぐにスタミナ満タンって感じ。確かにね、そうだったね。あれが継続のスタミナだったらだいぶしんどいもんな。時間平気？平気そうだね。じゃあこのままタコ揚げ行きたいね。間に合え間に合え。あ、そうだ、あとねタコ揚げの方に砂糖水を塗った木があるんだよね。それをもし見れたら見たいな。一旦とりあえず帰っておじちゃんに話聞いてからかな。そこでいっぱい取れる気がするんだよ。おじちゃんおじちゃん、おじちゃんいる？あ、いるいる。オッケーオッケー。納屋に古い斧をしまったけど、僕くん危ないから触っちゃダメだよ。うわ、出た。斧イコールあれだよね、木を倒せるところあったよね。それのことかな。え？なになに？中張り角だこが欲しいのかい？角だこ。よしよし、じゃあ2日ほど時間をくださいね。よし、これでじゃあ明後日かな、8月10日になったらタコ作って作ったよって言ってくれるのかな。じゃあ納屋に、納屋どっかあったっけ。あ、納屋あそこか、牛がいるとこか。そこに斧があるって言ってたからそれ取って。お、調べちゃん、ちび娘っていつも一人で遊んでるの？その呼び方禁止。友達いないの？そんなことあるわけないでしょ。調べなんか友達100人と富士山の上でおにぎり食べられるんだから。いや、調べちゃんは友達少なさそうだな。あれどこだっけ、こっちでさ、あれどこだっけ。あれなんかこっちなような気がしたんだけど、あ、ここか、ここだここだ。斧がある、斧斧。
あ、これだ。斧を手に入れた。よっしゃ。で、これでまたマップ広がるけど、斧はひとまずいいや。とりあえずいいや。だから、蜂の巣の方に行けばいいんだね。そっちが砂糖水塗ってあるとこだから、砂糖水塗ってあるところで虫を使う。あー、夕方だな。これ間に合わなさそうだな。いや、一日経つの早いね。あれ、蜂の巣なんかちっちゃくなってる。これどっちだったっけ。これとか、これに塗ったんだっけ。なんかいるかな。何もいないや。あれ、これじゃないか。やった。うわ、赤いの来た。ミヤマクワガタ買います。もう一個の方に塗ってたんだっけか。あと古井戸も言ってたよな。なんかもう回収がすごい大変。これ違うか。一応ちょっと虫も取っとこう。緑しじみか、いらないな。あれ、どこだったっけ。やべえ。やべえ、どこだったっけか。また絶対おじちゃん来ちゃうよな、この感じ。まだ虫相撲できたのと、あとタコ揚げね、できたのはよかったな。これかな。何もいないや。あ、いないな。砂糖水、砂糖水、やっぱなんかさ、一日経たないといけないっていうのと、そこにまた来ないといけないっていうのが結構しんどいね。赤足クワガタ、また蹴ったら出てくるかな、これ。え、何。あ、いるいる、ちっちゃいの。ノコギリクワガタ。何もい。また蹴っ飛ばして。何もい。もういっか、ここはね。あ、おじちゃん来ちゃった。今日の遊び時間は終了。もう晩御飯ができています。まあまあまあ、でも虫相撲できたしね、斧ももらったし。じゃあいただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、僕くん、これ。お。は、写真できたんだ。おばちゃん、ありがとう。しらべちゃんと撮った時の写真だ。あ、また萌えちゃんが。
なんだっけ、クラリネット吹いてるね。写真、うわー、いいじゃん。調べと二人で撮ってもらったおばちゃん作、いいね。いや、これラジオ体操1個だけね、1日だけできなかったからね。いや、この写真いいですね。よし、じゃあ牛乳飲みましょう。のらじるし牛乳。じゃあ萌えちゃんと話しましょうかね。おばちゃん渾身の晩ご飯、今日も美味しかったよ。今日の晩ご飯はカレーライスにアジのマリネ、サラダと枝豆などなどを頑張って作りました。美味しかったです。そういえばそろそろ花火大会だな。何？あれ、何日だっけな。僕夏で花火見れんの。まあ、花火は夏だよね。やっぱね、夏といったら花火だもんね。麓の花火大会は僕くんの部屋からの眺めが一番素晴らしいんだよ。麓の花火大会は、それがいつなんだろう。それはぜひ見たいね。少しだけ上手くなったでしょう。そうかな。ああ、そういうこと言うんだ。あんた、ちょっとは気を使いなさいよ。居候なんだからさ、処世術ってやつ。でも優しい音の出る楽器だね。うん、そうでしょ。なんだかこうやって夜の闇に包まれてクラリネットを吹いてるとさ、音の波が静かに森の中に吸い込まれていって、例えば木の梢や花々、寝ぼけ眼の小狸や求愛中のジバチ君なんかが、みんなみんな幸せになっていくような気がするんだよね。それってなんだかお姉ちゃんがみんなのお母さんになったみたいだね。なんでだろう。なぜでしょう。いや、萌えちゃんイベントなかなかいいよね。そして何事にも正直な僕くん、とってもいいと思います。ピュアだからね。ちょっともう一回話しかけてみようかな。変わんないかな。そういえば今日は鷺の里の花火大会があるんだよ。今日？僕の部屋からなら見えるんじゃないかな。マジで？急げ急げ僕の部屋。ちょっと風呂入ってる場合じゃないな。金ちゃんって友達たくさんいそうだな。お風呂入り行こうと思ったけど、そんな場合じゃないね。きっと金ちゃんが出てるんだろうね。今日だったのか花火。ちなみにこっちまだ入れないよね。いつまで経っても入れないね。ここは花火やってる？お、聞いた。
この時私は以前にも同じ光景をこの窓から見ていたことがあるんじゃないかなんて、なんだかちょっと不思議なことを考えていた。花火見れたね。やったやった。もう一回見れんだ。あ、飛ばせないや。飛ばせる？あ、飛ばせるね。いやー、花火見れた、ちょっと嬉しい。あー、萌ちゃん頑張ってるね。じゃあお風呂入って、今まだ9時10分、じゃあお風呂入って寝に行こうとしてるところで、あー眠いってなるパターンかな。いいね、萌ちゃんのクラリネットを聴きながら入るお風呂、最高じゃないですか。さて、じゃあ牛乳飲んで寝ましょう。おじいちゃん、今日だったよ花火大会。麓の花火大会は僕くんの部屋からの眺めが一番素晴らしいんだよ。今何時？お、10時前。じゃあちょっと自分からね、ベッドに入って絵に着替えて寝ましょうか。ああ。僕くん、直前で絵日記書いてお休みなさい、しましょう。うん、おじちゃん、お休みなさい。さて、今日は、今日は何したかな。虫相撲をしたのと、たこ揚げのたこ揚げ作ってっていうお願いと、あとクワガタカブトムシちょっとね捕まえて、花火大会見れましたね。さあ今日、そんな今日はどんな絵日記なんでしょうか。あー、やっぱ虫相撲になるんだね。虫の相撲は命がけ、踏ん張り次第で勝負つく、八卦を射残った、カチャ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 。ということで8月8日僕の夏休み、本日は終了となります。この動画良ければグッドボタン、またチャンネル登録、また拡散などぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは8月9日明日ですね、僕の夏休みお会いいたしましょう。おやすみなさーい。